はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今回もね、久しぶりにコメントを読んでみようかと思います。ポイントサイトについて最近ね、お話しすることが多いんですけども、これについたコメントでございます。まずね、1点目なんですけども、最近うさんくさい感じがしてきました。再生数稼ぎというふうなね、コメントです。まあこれね、素直な質問だと思いますんでお答えしますけども、こんなことで再生数稼げませんのでご心配なく。で、私が再生数がね、稼ぎたいなと思った時は、ナイト2000を出します。これね、10万再生ぐらいすぐ行くんですよ。ですんで、本当はね、ナイト2000の動画ばっかり上げたいんですけども、なんかね、お金の問題解決についての動画の方が、まあなんか皆さんのためになるかなと思ったんで、おせっかいながらそちらの方を最近やってますね。金もないし、経験もないし、コネもないし、年齢はいっちゃってるし、どうすればいいんでしょうかと。借金もありますって方に対して、じゃあ逆転の第一歩を踏み出すために小さな一歩は何があるかなってところで、ポイントサイトじゃないかなと今思ってるんですよ。これかつてはね、私ね、A8 ネットとかのセルフバックってものを進めていたんですけども、今ね、セルフバックよりもポイントサイトの方が簡単で、お金にしやすいなと思ってるんですよね。まあ、だからこっちの方がいいんじゃないかなと思ってます。で、あともう一個付け加えると、再生数稼ぎって書いてますけども、再生数を上げたくない YouTuber っていないんですよ。だから再生数稼ぎですかっていう質問がもうね、 YouTuber に対してちょっとね、的を得てないっていうかね、あちこちに行っちゃってますね。これ例えるならば、バッターボックスに立っているバッターに対してね、なんか打率上げたいんですかって聞いてるのと同じなんですよ。だからこの質問ね、ちょっとね、あんまりそのしない方がいいとまで言いませんけども、他の人も見てますからね。だからそこはどうかなと思います。あと、うさんくさい感じがしてきましたっていうのは、最初から私うさんくさいですから、むしろうさんくさくないっていう風なね、ピュアな感情を持ちながら YouTube を見ると、詐欺られちゃいますんで気をつけてくださいね。全員うさんくさいですからね。もうそういう前提で見ていただければと思います。はい、次ですね。こんばんは。コロナプラス気象変動で農家も国から見捨てられる時がいよいよ来ました。自分もまだ若い方ですが、いよいよ転職することも考えなければならないです。はい、転職どんどんしていきましょう。今はね、一生のうちに5個も10個も職業を変えていく時代なんですよ。というのが、就職したマーケットがなくなることって、これからね、もっともっとサイクル早くなりますから。だから私の時代でしたら、ポケベルの会社に就職しました。ポケベルなくなりました。じゃあ同じ通信系の会社に行くかっていうと、そうではなくてね、営業職に行ってみたりとか、それこそね、農家に行ってみたりとか、介護に行ってみたりとか、ニーズとマーケットってどんどん変わりますから、当たり前のように毎年のように転職をする、転職スキルっていうのがね、これから求められると思います。これをね、マルチタスクって言うんですよ。何でもできる人ね、どんな業界業種にもかかわらずやっていける人、大事だと思いますよね。はい、で次ですね。久保さんこんばんは。モッピーで1000円ゲットしましたよ。おめでとうございます。現金に交換手続き完了しました。僕は最高ポイントは狙わずに、高額ポイントは狙わずに、コツコツ貯めていきます。がいいですね。やっぱりできるものっていうのはみんなストレートで違いますから、高額案件ばっかりやればいいってもんじゃないですからね。はい、次です。久保さんこんばんは。ファミマ T カード、セブンカードプラスのカードを作りました。私もね、セブンカード作ったんですよ。5000円もらえるのかな、確定してます。まだ判定中ですが、合計で11800ポイントです。モッピーのポイントゲット簡単ですね。1ヶ月前に隠居 TV に巡り合えたことに感謝します。こちらこそありがとうございます。隠居 TV、 これからもよろしくお願いします。次ですね。あなた様のサイト、よく参考になります。ありがたいです。ポイント課金やってみましたが、騙されてしまいました。あ、そんなポイントサイトあるんですね。久保様の宣伝しているモッピーも騙されてしまいました。あ、本当ですか。アンケートに答えて、結局契約したら会費払って20万円入金、今は100円しかないです。ポイント課金って信じられないですね。久保様はたまたま良い課金サイトだったのでしょう。これはね、ポイントサイトをよくね、チェックすること、それから利用規約をちゃんと読むこと、これを前提にその契約に進むのかどうかってことをよくよくね、見ていった方がいいと思います。どんなものでも契約ってのはありますから、利用規約っていうのがね、それをすっ飛ばしていくと、思わぬようなね、自分の思ってるのと違うのと契約したことがありますんで、これはね、本当に用心してください。よくありますよね、就職した会社がこんなはずじゃなかったっていうの、あれね、就職活動をおろそかにしてるとなっちゃうんですよ。というふうな形でちょっとね、リサーチも自分の責任としてやるっていう部分がありますよね。私はモッピーで損害になったことはありませんけども、いい案件ばっかりをね、紹介してるんですよ。で、いい案件ばっかりやってるんですよ。で、悪い案件がね、見つけたら、それはね、スルーしますからね、私はね。だから、これは悪い案件ですよっていうのを言うことはありません。あとは皆さん、それぞれの判断ですね。はい。
特別難病者は定額給付金辞退しないといけないし、世の中は分からなくなりました。世の中はずっと分かんないですね。自分一人の考え方が通用すれば世の中簡単なんですけども、他の人の考え方が無数にある、それが世の中ですもんね。毎日サイト楽しみにしています。ありがとうございます。どんどん良い情報をお願いします。任せてください。このままだと死を選択しないといけないし、毎日サイト見ては頑張っていきそうな気がします。いや嬉しいですね、なんか希望になればね。で、死を選択しなければならないっていうことを書いてますけども、ちょっと悲しいんですけども、誰でも死んじゃうんですよね。100年経ったらみんないなくなりますんで、だからね、自ら進んで死に向かわなくても、死ってのは向こうからやってきます。だから死ぬこと焦らなくても大丈夫ですよ。これはかつてジョン・フィッツワールド・ケネディ大統領が言ってたんですけどね。はい、次ですね、最後です。情報収集を自分で徹底的に調べてない時点で金儲けなんてできるわけがないでしょう。わ、これ本当その通りなんですよ。金儲けって誰かの言う通りにやったらうまくいくもんではなくて、自分の時間とかね、自分の都合とか自分の能力に合わせてカスタマイズしないといけないんですよ。だからね、何でもかんでも丸投げで OK ってわけじゃなくて、自分に合うようにちょっとね微調整はいりますよね。こち亀はもちろんのこと、南の帝王と何は金融道を読みまくるぐらいの努力が必要。ああ、それはね、これね、私全部読みました。すごい面白いですね。やるべきことをしなければ欲しいものが一つも入らないのが現代社会だということを理解するのが先決かも。これおっしゃる通りでございます。やることをやれば来たるべき結果が来ます。いや、やるべきことをやっても結果がついてこないことってあるんですよね。だって一生懸命勉強したからって言って希望の学校に行けるわけではないですし、一生懸命アプローチしたからって言って自分の好みの女の子が自分のね彼女になってくるとは限らないじゃないですか。だからね、努力とか熱意がそのまま結果に反映するってことはないんですよ。ただ努力とか熱意がなければ何も始まらないってことは確かだと思います。ありがとうございました。それでは、次回もね、またコメント読まさせていただきます。いってらっしゃい。